新しい日の祭りカレンダーラウンドはメソアメリカの暦の周期で260日の祭祀歴と365日の対応歴の組み合わせを言う約52年で一周するカレンダーラウンドの変わり目はさっきコロンブス期のメソアメリカの文化では重要な意味を持ちアステカでは新しい日の祭りという祭儀が行われたメソアメリカでは1から13までの数字と20の ヒナの二つの周期を組み合わせた260日を周期とする祭祀歴と太陽年に近い365日の太陽歴の二つが紀元前から広く行われた。マヤ歴では前者をソルキン、後者をハーブと呼ぶ。ナワトル語では前者をトナルポアリ、後者をシウポアリと呼ぶ。この二つの周期の組み合わせがカレンダーラウンドである。 カレンダーラウンドは260日と365日の最小公倍数である18,980日の周期を持つ。ナワトル語ではシウモルピーリー、すなわち年の束と呼び52本の棒を束ねた図像で表現した。カレンダーラウンドの簡略版が365日周期の年の名前に使用された。 この方法では、年の名前を260日周期の日付で表す。365イコール13281イコール20185なので、1年後には13日周期が1つ、20日周期が5つ、進む。したがって、例えば、アステカ歴では3 8 3 1 8番目の地ウサギ足、石灯のみが使われ、1の家の年の次が2のウサギになる。 スペイン人が初めてテノチティトランに入った1519年は一の足の年だった。年の名前に一年のどの日を選ぶかは地域によって異なっていた。5個天気のユカタン半島のマイヤ人は365日歴の最初の日のソルキンによる日付を使用し、20日の周期のうち4 9四4 1 9番目が使われたが、アステカ歴では4日5日を除いた最後の日。 すなわち360日目の日付を使用した。この方法による都市名は広く使われたが、52年経つと一巡してしまうため、東アジアにおけるエトによる都市の表記と同様、実際に何年であるかを確定しづらい問題がある。例えば、テノチティトランの建設は二の家の都市とされ、1325年のことと考えられているが、 1273年や1377年も、二の家になる。アステカでは、古典期ヤの長期歴のような実質的に循環しない、暦を持たず、カレンダーラウンドによる年の名前を用いたため、曖昧さは常について回る。一つのカレンダーラウンドの終わりは重要な意味を持ち、盛大な祭儀が行われた。カレンダーラウンドの始まりは地域ごとに異なっていたが、アステカでは、 二の足の年から、カレンダーラウンドが始まると考えられ、新しい日の祭りという祭儀が行われた。最後の新しい日の祭りは1507年に祝われた。フィレンツェ文書によると、この時には、子供は寝ている間にネズミになるので眠らせないようにし、女は怪物にならないように閉じ込め、神官が、車間の丘で夜中に捕虜を池にとして、石灯で胸を裂き、心臓を取り出して、 火の神、シウテクトリに捧げる。ついで生贄に火をつけ、松明に移して、テノチティトランのウィツエルポチトリの神殿まで届けた後、そこから周辺の神殿にも火が移される。ありがとうございます。